おはようございますクリエイターやインフルエンサーの収益化や未来についてゆるく深掘りする部屋「クリエイターエコノミーニュース」パーソナリティーの香川ですさあ週末ですんでいつもの音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょうまずはホットトピック2 0 2 3年10月18日テレビ東京グループ公式リリースです。松岡 伊藤沙莉芸能生活20周年を記念したポッドキャスト番組お互いさまっす配信スタートいやービッグタイトルのポッドキャスト番組が始まりましたねいやー松岡美優さんと伊藤沙莉さんもう今をときめくトップの俳優さんが、えー、2人でトークを行うということではまあ期待も高まるわけですよねでちなみにそもそもお二人なんですけどどのぐらい人気かっていうと インスタグラムのフォロワー数、松岡さんが96万人で伊藤さんが66万人と、もうトップ中のトップのスターですよ。この二人がですね、えー、そもそも立て付けとして、テレビ東京の、まあ、ポッドキャスト部門が制作をして、番組が作られてるということです。で、これ、別にあの、スポティファイの独占配信とかじゃなくて、本当にオリジナルの お二方の番組なんですよ。いやー、だからすごいですよね。で、もちろん背景としては、プレスリリースを見ますと、芸能生活20周年を記念したとありますので、本当に事務所の持ち出しかなというところなんですよね。ただ、それでもですね、すごいですよ。Apple Podcast、もう堂々の1位ですよ。それから Spotify も堂々の1位です。そして、YouTube でも展開してるんですが、もう初回の配信はですね、なんと、 今日現在で1.9万市長ということですから、いやー、これだから YouTube の方でも普通にもうすぐに収益化が行えるということでは、まあ事務所の持ち出しのように見えますけど、収益化なんていうものも、まあまあすぐにできちゃうということですよね。もちろん、お二方の、お二方の規模にしてみれば、まビ、あ、ビたるものかもしれませんが、まあそれでもですね、大物著名人が、 音声配信をやって、そして、まあ、これだけ一気に注目されるということは、多くの著名人、これから今後、参入してくるんではないでしょうか。そして、これだけ集まれば、まあ、いつでも出版ですとか、記念イベントとか、マネタイズは多分ね、いくらでもできると思うんですよね。そういう意味では、本当に、日本の国内、音声配信も、広がりを見せてきたんじゃないかな、というふうに思いますが、皆さんはどう思いますかハッシュタグ では、戦略、テック関連行きましょう。まずはこちら。2023年10月18日、カグアの X の投稿です。ついに来た、YouTube への RSS 接続。はい、これね、私たまたま気づいたんですけど、もう翌日には一気に話題になっていて、業界大盛り上がりという感じです。あの、YouTube がですね、ポッドキャスト配信の RS 接続にも対応したということなんですね。 これまでも YouTube は動画を投稿してプレイリストという形でポッドキャストのね、形式に対応していました。まあ、動画を投稿すれば YouTube Music の方にもポッドキャスト検索にちゃんとね、引っかかるというところまではできていたんですが、動画をやっぱりね、作らなくちゃいけないというところが大変でしたよね。しかし、今回は RSS、例えばラジオトーク、ポッドキャスター r for Spotify、スタンド FM、 リスンといった、ポッドキャストの、えー、配信できるプラットフォームからの RSS という、まあ、URL をね、YouTube と接続すれば、もう動画を作ることもなく、YouTube ミュージックの方で、あなたのポッドキャストが聴けるようになるんですね。で、YouTube の方でフォロワーが増えれば、YouTube の収益化もできてしまうということですから、いやー、だからついに、あの、システムとしては、日本も、これでようやく、ポッドキャストの座組、 テクノロジーの座組はようやくこれでね、出揃ったかなという感じですよね。うん、ね、スタンド FM が収益化に対応したりですとか、YouTube がこうしてポッドキャストに対応したりですとか、で、いろんなプラットフォームが投げ銭ですとか、メンバーシップですとか、収益化や配信や様々な、こう、テックの下地がこれでね、ようやく全部揃ったなという感じがします。いやー、本当に長い間。 音声配信業界見てきましたけど、本当になんか、人仕様ですね。うん、感慨深いです。さあ、というわけで、早速どんどん行きましょう。え、まず、スポティファイはですね、何件かありますね。え、なんか、文字起こし、実は来ていたっぽいんですけども、ブラウザ版の方でも、文字起こし、あの、しっかりもう見れるようになってますね。ただ、番組によって、なんか見れる見れないがあって、ちょっと不思議な感じはします。あとはね、なんか、文字起こしされてるんですけど、半角の空白が全部の文字に入ってるんですよね。 これ検索余計とかなんですかねうん。まあとはいえ、リッスンとか他の AI 文字起こしサービスが、まあ、差別化をするというのはこれでできなくなっちゃいましたね。さすがスポティファイですね。こういうところしっかりしてきますね。あとそれからですね、海外のスタートアップに詳しい宮武さんという方がツイートをしていました。宮武さんという方は国内有名ポッドキャスト オフトピックのパーソナリティの一人でもあって、まあこうしたスタートアップ界はむちゃくちゃ詳しいんですね。で、その方がですね、スポティファイのある記事について取り上げていて、まあどういうことを話題にしているかというと、いやーこれ結構現実を突きつけてますよ。なんか海外の記事なんですけど、スポティファイは、ポッドキャスト事業に1ビリオン、だから1000億円かな、を投資してると。ただこれでも少ないと。そしてなおかつ、スポティファイは、そもそもポッドキャストの市場規模が、 2000億円ちょっとぐらいしかないということで、まあ市場自体も小さいんだということを指摘していて、なかなかこう黒字化も厳しいんじゃないかみたいなことを言っていたということをつぶやいていたわけですね。ただまあ宮竹さんによりますと、他のプラットフォーム、音声に限らず、プラットフォーム全般で言うと、もっともっと投資をしている新規事業もあるということなので、まあこの段階でそういうふうに言うのは総計ではないかというようなニュアンスで投稿をしていました。 いやーなんか海外のスポティファイでさえも結構苦戦してるんだなというのはちょっと意外でしたね。うん。なんかネットフリックスがね、また値上げをするとかプランを増やすとかっていう噂もありますけど、意外とこうビッグテックの超大手のインフラとかでもやっぱり苦労はしてるんだなという感じが改めてしました。まあ、とはいえね、YouTube、Spotify、もうガチンコでね、勝負をしていくということは冒頭の ニュースでもお話ししましたんで、これはね、まあ、乗っからないよりはね、乗っかっていった方がいいですので、今後も注目です。えー、それから、ボイシーですね。えー、ボイシー,、えー、9月のパーソナリティ審査の結果が遅れていましたけども、ついに発表されましたね。ただね、今月も、えー、審査、通過率11、11%ということでした。まあ、先月ですね、結構、界隈では、その、審査の通過率が上がっていって、ブランド力、ブランド価値がどうなのみたいなことが物議を醸していました。 まあ、なので、今回ちょっと遅れたのかなと思いましたけども、まあ、ボイシーフェストもね、被っていたので、そういうのもあったとは思うんですけども、まあ、ついに発表された。しかし、通過率は相変わらず高いままだということですね。なので、なんでしょうね。たくさん通過者を出したとしても、その方が、まあ、ビジネスにはなるっていう判断なんですかね。もう多分10、10%ぐらいで、やっぱり今後はブレないんじゃないでしょうかね。うん。なので、はい。ボイシーについてはまた別な機会にね、 え、ちょっと私に思うところがありますので、別な機会で深掘りはしていきたいと思います。え、それから津村とコラボの企画、それからボイシーフェスの、えー、出演者は決まりましたけど、今度アンバサダーの方もね、決まったということで、いろんな今配信でね、ボイシーチケット買って買ってみたいな <laughs>、あの配信がたくさんされてますけど、ね、あの1万枚売れるんでしょうか。 あとはあの、ボイシーのその、ボイシーフェスの屋外広告とかもツイートされていて、渋谷とかには貼られているそうです。さあ、それ以外行きましょう。えっ、ー、と、スタンド FM 収益化の話題がポツポツ出始めてきましたね。えー、1ポイント1円という換算で収益化を申請した。 配信者にはどんどんと配布されているそうです。9月分のね、配布がされているそうです。まあ9月分といっても、えー、発表がされたのが9月中旬ですから、まあ10日ぐらいですかね。はい。で、多くの方が報告をしていました。私が見た中では76ポイントというのが一番多かったですね。ですからその感じで言うと、1月分、うーんと、76だから3倍して200円ぐらいですか えー、一月200円ぐらいの方が今後増えてくるんじゃないかと。あとは SPP と言ってこれまで実際に現金で収益化をされていた認められた配信者の方がいましたんで、その方々が今度は収益化の還元がされるはずですんで、まあその方はさらに多いのかどうかというところに注目が集まるかなと思います。ただ、ただ、この、この感じでいくと確実に減るので、まあ減った時にその元 SPP だった方がまあどういう え、挙動されるかというところは注目が集まりそうですね。え、ラジオトーク、なんか障害があったみたいですね。まあ、ライブで再生されにくい障害があったようですが、え、これは改善されました。え、それからトークの日ね、発表がありましたね。え、それからポッドキャストプラットフォームのリッスン。いやー、機能追加が本当に止まらないですね。 え、ラウドネス、音声の自動調整の機能が、え、ノイズと音圧について実装されました。いやー、どんどん、まだまだね、機能追加されそうで、リッスンね、ほんと注目ですね。で、YouTube が RSS に対応したことに伴って、こう、リッスンもね、え、プロフィール欄に YouTube Music の URL を登録できるようになってましたね。いや、ほんとね、早い。え、それからサイバーエージェントのアワーが、 音楽好きのための祭典、アワー、ミュージックエンジョウウィークを開催してます。それからアップルが、アップルポッドキャスト、あの、アレクサにね、実は対応してるんですけど、その対応の国が15カ国から40カ国に増えた。あと、そうそう、アップルね、あれなんですよ。iOS17 の新機能でパーソナルボイスというのがあって、なんか自分の声を15分ぐらい、なんか例題を読んで登録すると、その自分の声で、 なんかテキスト読み上げをしてくれる。要は自分の声がいずれなくなってしまう人向けの機能らしいんですけども、そういう自分の声を元にした合成音声ができる機能をモグライブというメディアが報じていました。いやー、OS にも実装するってすごいですね。それからオーディオブック関連では、オトバンクが本屋さんとのキャンペーンをやっています。 それから、え、ライブ配信プラットフォームとしては、スプーンがね、え、イベント、ネクチョカップというのをやっていたり、あとコミュニティガイドラインがね、ちょっと改変がされたそうです。それからガジェット系では、え、ヤマハのボーカロイドね、え、新しいバージョンが出て、すごいですね。音声を逆にボーカロイドに変換できる、なんていうプラグインを発表してました。いや、すごいですね。これだからスタンド FM ってことでも実装してほしいですよね。要は、音声ってほら、 顔出しなしでライブ配信できるっていうメディアじゃないですか。さらに今度は声さえも隠して配信できるプラットフォームになりますもんね。なんかどっかのプラットフォームがね、実装してくれないですかね。えー、あとガジェット関係では、えー、ズーム社の32ビットフロートのレコーダーが発売されてました。これはなかなか売れそうですね。では、コンテンツ、コラム関連行きましょう。まずはこちら。 二千二十三年十月二十日、コンパスの記事です。ゲイと女の5点ラジオかける結婚したい乙女たちのアダルトーク、座談会。人気ポッドキャスト番組、ゲイと女の5点ラジオと結婚したい乙女たちのアダルトークという二つの番組のパーソナリティに取材をしたロングのコラム記事が紹介されていました。いやー、これ読み応えありますよ。この二つの番組、 どれぐらいすごいかというと、どちらもですね、ポッドキャストアワーでノミネートしているんですね。もうそれぐらい、ポッドキャスト界隈では超有名な番組です。そして、アダルトークのお二人に関しては、もう書籍も出ているぐらい、もう超有名な番組です。で、そのお二人がですね、本当に明け透けにロングインタビューに答えてまして、番組の作り方やトークのこだわりですとか、あとは収益化についても、 解説をしていて、これはね、あの、ポッドキャストやっていない人でもぜひ読んでほしい記事です。本当に音声配信をしている人たち全てに役立つ記事だと思いますので、ぜひとも読んでいただきたいですね。なんか全体通して本当に自然体なんだなぁと思いつつも、音質にこだわるとか、戦略があるとかね、やっぱりバランス感覚がすごいなと思いましたね。 なんか本当に自然、ナチュラルなんだけど、やってることはね、むちゃくちゃプロなんですよね。うん。なんかそのバランス感覚がすごいと思いました。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。えー、今週もですね、新作がどんどん出てますね。えー、ボックス席の深夜2時。えー、それから、あ、あとね、オリンピックの公式サイトでも、アスリートの声を、ポッドキャストで配信してるんですね。いや、これ知らなかったです。 え、あとは、セリーヌのポッドキャスト配信。それから、あと、ピースのまたよしさんが、本の時間というオリジナルポッドキャストを配信。それからですね、ツイッタースペース、こちらの音声番組の方では、ボーカロイドとして有名なメグっぽいドというのがあるんですが、その、グミラジオというのがやっていまして、こちらも人気ですね。それから、 今週もですね、出版と音声のマリュアージュで、人気声優の小野賢章さんのデジタル写真集に音声付きというものがランキングに入ってましたね。それからイベントがやっぱりね、あの秋ですから本当増えましたね。えー、ポッドキャストフリークス、こちら大阪でやっているものですね。えー、それから池袋で夜散るというイベントがやるそうです。こちら、えー、人気ポッドキャスト番組のどんぐり FM などなど公開収録もあるそうです。それから、 朝日新聞のポッドキャストの音声メディアの可能性を語るというイベント、それからジグザグジギー池田さんらのポッドキャスト番組落としてのイベントなどが開催されます。クリエイターエコノミーニュースでは、音声広告データ著作権 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。2023年10月20日、チューンコアジャパン公式リリースです。 リワーク with 花見き優秀作品発表はい。こちら皆さん覚えてますでしょうか有名アーティストの人と洋さん、そのヒット曲、代表曲でもある花水木、これをね、 レーベルが大々的にね、二次創作してくださいというコンテスト。はい。こちらの番組でもね、報じましたよね。えー、その結果発表がされました。いやー、すごいですよ。ぜひ皆さん、あの URL から聞いてみてください。どれも二次創作とは思えないぐらい、もう完全にオリジナルになっています。まあ、どのぐらいかっていうと何でしょうね。ヨネスケンシさんのチェンソーマンでモーニング娘。の曲が途中フィーチャーされている箇所あるじゃないですか。まあ、あのぐらい、 あのくらいなんかね、花水きなんだけど、花水きみたいな。ちょっと、ね、よくわかんない。そう。いや、本当にね、すごいなと思いました。うん。いや、だから、なんでしょうね。いわゆる二次創作の可能性っていうものを本当に広げてくれた、これね、すごい歴史に残るイベントになるんじゃないですかね。いやだから、これからのアーティスト戦略の中でも、この二次創作というのは本当にね、 キーポイントになるなと思いましたね。うん。チューンコアジャパンさんには今後もどんどんやってほしいなと。第2弾、第3弾とやってほしいなと思いました。では、どんどん行きましょう。オーディオスタートニュースさん、相変わらず、えー、いいニュースがてんこ盛りですが、今週はですね、海外だと YouTube ポッドキャスト意外と様子見が多いよっていうような記事。まあ、どうやらその YouTube ポッドキャストやるときには広告を独自でやってはいけないという縛りがあるので、それが原因じゃないかみたいな。 え、ニュース。え、それから、ポッドキャスト制作についてのリサーチの記事などが報じられていました。あとはですね、ポッドキャストもいよいよ SEO、まあ、要は、プラットフォーム内検索ですね。Spotify とか Apple Podcast で、ユーザーが検索した時により上位にね、表示されるような、そういうような運営をしていきましょう。という時に便利なツール、PSO というんですけども、そういったツールの新商品が報じられていました。 え、あとは AI 関連ですと、ステーブルオーディオという、まあ、オーディオとか BGM とか効果音をね、AI で作ってくれるなんてサービスも話題になっていて、これはね、簡単に作れそうですね。有料版を申し込むと、商用利用も OK っぽいんですよね。まあ、そういう意味では、AI もね、Adobe などをはじめとして、商用利用が OK なものもだいぶね、なんか増えてきたなという印象ですね。ですから YouTube も、なんと、 有名人の声で歌える AI ツールを開発中という噂があるということでブルームバーグが報じていました。これだから私が前半で言ったこととまんまそのままなんですけど、そうそうそう。いやーだから VTuber がね、ほら素顔を隠して動画配信してものすごいブレイクするようにもう声まで隠せるという時代がもうすぐに来そうですね。逆に言えばそういった AI ツールを使いたい人は、まあ有料とかね。 そういうプラットフォームも出てくるかもしれませんね。そして、ブログプラットフォームのノート。はい。クリエイターフェス盛り上がってますね。急上昇タグでクリエイターフェスというのが本当に多くの配信で行われていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい。というわけで、今週いよいよですね、YouTube ポッドキャストがもうネイティブで対応ということですから、まあ、これで本当にね、座組は全部出揃ったなという感じです。 ですので来年は本当にいよいよコンテンツの時代企画の時代座組の時代面白い展開にまあ音声配信になっていくんじゃないかなというふうに思いますまあでしょうね揺るいながらも一時ースをちゃんと確認するメディアクリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信していますのでぜひフォロー登録 よろしくお願いします。先日ローソンで買ったリンゴのケーキのアイスむちゃくちゃ美味しかったです。多分リピートすると思います。それではまた明日もこの部屋でお待ちしています。ではではバイバーイ